い、こんにちは。日本改革党、津沢です。ゆうた様、陽介様、日本を守りたい織江様、アップ様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して、政治活動資金と河野太郎裁判の費用にさせていただきたいと思います。河野太郎裁判の認否表明の弁護士打ち合わせをやってまいりました。今日ですね、弁護士先生ですね、杉田さんのいいね罪に怒ってました。最高裁は何を考えているのだ。昔は最高裁まで行けば大丈夫、ちゃんとした判決出してくれるっていうものだったんだけど、今地裁の方がまともじゃないって、言ってた。ですからね、今高裁とか最高裁にいる年の連中が真っ赤でね、脳みそ真っ赤で頭おかしくなってんですね。で、地裁の裁判官はもうちょっと若めだから、まともなんじゃないのかな。何十年か経つと、地裁と高裁まではまともで、最高裁がダメっていう、状態になってですね、もうちょっと経つと、地裁も高裁も最高裁もまともになるっていう風になるんじゃないのかなって思うんですけれども、まず高裁の裁判官もダメでしょ？最高裁もダメですよね。で、認否表明っていうのはですね、認める、認めない、知らない、不知っていうですね、ものらしいんですけども、原告の河野太郎は衆議院議員で現役のデジタル大臣である、認めます。認める。それは認める。被告の靴沢は、YouTube と X でそれぞれ16万と11万のフォロワーを持ち、政治活動している獣医師で、元豊島区議会議員である、認める。その通り。被告は、丸年、丸日、丸月に、これこれこういう内容のブログを投稿した、認める。被告のブログによる誤解で、原告の名誉を毀損した、認めないと。だって私は、本当に河野太郎が、中共の犬である、って、思って書いたんだから、誤解も何もねえだろうって話なんですね。原告の人格的評価を低下させた、認めない。だって本当だと思ったから。その根拠もワンサが持ってってるし、被告のフォロワー数から多数の閲読があったものと推測され、原告の人格的評価は、の低下は深刻である。認めない。そんなのね、そんなのね、中共の犬だっていう状況証拠がこんなにあるんだから、知らねえよって話だよね。元豊島区議会議員という立場で原告の名誉を毀損したことは悪質。なんで元豊島区議会議員という立場が、悪質なんだっていう話なのね。そんなこと言うんだったら、現役大臣のお前がね、一般人ですよ、私。一応ね、それ訴えてる方が悪質なんじゃないかと思うんですけど、YouTube 広告料欲しさに原告の名誉を傷つけたのは悪質。これも同様に認めない。河野太郎は靴沢によって多大な迷惑を被った。不知、知らねえよ、そんなの。っていうことなんですけれども、これ一個だけだったかな。知らねえよ、女のは。みたいな作業でありました。弁護士先生と訴状をじっくり読みましたけれども、私のことまるで極悪に見たく書いてありました。悪質だとか、極めてとかが何回も何回も出てきたしね。やったらですね、元議員かーってね、それ書いた時もう辞職した一般人だったしさ、弁護士先生にですね、裁判官が和解しろって言ってきたらどうするって聞かれたんで、徹底的に争います。最高裁まで行きます。和解はなしでと意思表明、してまいりました。それ、午後いっぱいかかったんで、今日は動画上げるの遅くなっちゃったんですけれども、この太郎にですね、動画作成妨害の損害賠償してほしいぐらいですね。河野太郎裁判の経過については、つどつど、言えるとこまで、お伝え、しますので、ご期待ください。見守っていてください。犯罪認知件数、2022年60万件、2023年70万件と、たった1年で10万件も増加。特に都市部で増えたようで、東京都内の特定の犯罪が激増しておりました。不同意性交 59% 増加。6割ですよ。6割増。店舗や住宅など、侵入強盗 55% 増加。自転車やオートバイなどの乗り物泥棒 26% 増加と。世論です。
こっからは悪くなる一方か。日本製バイクは東南アジアで人気。ベトナム人窃盗団の万引き来日。認知件数で 13% 増じゃ、実際はもっと多いよなぁ。これに対してですね、雑で荒っぽい犯罪が増えています。誰かさんの宝の仕業ですかねと投稿しました。雑で荒っぽい。住宅や店に押し入るであるとか、不同意性交って、まあ、言い方変えたら強姦ですわね。とか、自転車泥棒。なんか雑、荒っぽい。防犯カメラあるようなところでやったら一発で捕まりそうな自転車泥棒。とかが増えている。5000兆いいねもらいました。ツイッターの反応です。メガネのせいでこれからも増え続けます。外国人を受け入れるということはこういうこと。中国人観光客が店頭に並んでいる果物を食い出したり、金払う前に盗んだりするケースが増えているそうです。このツイートは百田さんがリツイートしてくれてました。感謝。若者はですね、日本人の若者はどんどん行儀良くなっていくしね。ガツガツしてない。今の若者は。ガツガツしてない。し、昔はすぐにね、人殴ったり、火炎瓶投げたりしてた暴力的な世代は高齢化で暴れられない、盗めない。で、日本人だけだったら雑で荒っぽい犯罪増えるわけないんですよ。日本人だけだったら、なんでも日本が野蛮になって、文明が後退してくイメージですよ。野蛮な連中がどんどん増えていくんだろうな。で、日本全体が野蛮な犯罪、雑、荒っぽい犯罪増えていくんだろうな、今後も。岸田のせいで。先日、川口市で起きたナイフと特殊警棒を持った十数人が男性を取り囲んで恐喝した事件について、山下俊介さん。この方は元チャンネル桜の国盛で、立候補なさってたんですけれども、江津さんっていう機械生の擁立に反対してですね、辞められた方であります。川口署に問い合わせ、犯人が日本人か外国人かは言えないと返答だったそうであります。世論です。言えない理由は何？言えないっていうのはそういうことを外国人だと発表すると差別だって騒いで警察署を取り囲むからだろう。市民の安全に重要な情報を警察が隠蔽。日本では聞かない類の犯罪だし、奥の木市長相変わらずの沈黙。不法滞在者に感謝状出したり、終わってる。これは県知事、埼玉県知事かな。100万円給付してもらって感謝状出してましたね。不法滞在者に。川口署は容赦なくガンガン発表せよ、もう。日本人か外国人ぐらいさ、言ってもいいだろ。言えないっていうのがもう答えになってんですけどね。外国人が警察署を取り囲んだら取り囲んだで、片っ端から逮捕すりゃいいじゃん。騒乱罪っていうのがあるんだからさ。公務執行妨害でも何でもいいからさ、警察が本気出さないから舐められて犯罪も増えんだよ。酒酔い運転がですね、激減したのは、容赦なく取り締まったからでしょ。なんで同じことできねえんだ。警察がことなかれのせいで、川口市民、蕨市民の皆様、誠に誠にお気の毒様であります。それもこれも全部外国人が悪いんですけどね。文京区湯島で、タイ料理店前の路上でタイ人とトルコ人、グループ 4,5 名ずつが殴り合い、警視庁によれば数人が口の中を切るなど怪我をしているという、世論です。また外国人か。なんですぐ暴力振るうかな。タイかトルコでやれよ、いい迷惑だ。登場人物全員外人、外国人同士の抗争が見られる日も近そうだな。そう、本当にね、クルド人グループと中国人グループ、あるいはベトナム人グループの抗争、殴り合い、縄張り争いとかね、見られる日も近そうですね。こういう雑で荒っぽい犯罪が増えてるんですよ、暴力とか。粗暴犯っていうかな。日本人の若者は漁業がどんどん良くなってんだから、まあ悪く言うと元気がないっていうか、そういう暴犯罪増えるわけないっつうのね。文京区なんていうお上品な地区で喧嘩すんねん、迷惑。やるなら外国で決着しつけてほしいですね。外国だったら、なんぼ殴り合ってもいいからさ。今日の日経平均、バブル後最高値更新。34年ぶりに3万8000を一時突破。世論です。悪い円安とか言ってたやつ死亡。失われた30年が終わった感がある。政府が経済対策を何もしなかったおかげ。上海と香港がイライラ。
掲示板でパヨイライラ、掲示板ではですね、あのパヨとゴモがですね、円安だからドル換算ではそんなに上がってないと大暴れしておりました。民主党時代、日経平均7800円、1ドル78円、日経平均はドル換算で100ドル程度でした。現在日経平均38000円、1ドル149.67円なので、日経平均ドル換算は254ドルってなりますね。民主党から 2.5 倍になりましたね、ドルで言っても。これをパヨやゴモに行ったところで理解する気も知能もないんで全くの無駄なんですけど、まあ、先入観がない人、周りで見ている先入観がない人にはパヨとゴモって嘘つきなんだなって教えることができますね。パヨの嘘は面倒でもですね、一つ一つ冷徹に潰していくべきなんですよ。パヨを論破するんじゃなくて観客を意識すべきなんですよ。これはあのあれなんだから、例えば家電量販店が隣り合っているとする。で、その家電量販店は相手のあの店を攻撃するんじゃなくて、お客さんに向けてアピールしてお客獲得競争をやるんじゃないですか。何もね、店の店員同士が殴り合うとか、そんなことはしないんじゃないですか。まあそういうことだな。パヨはですね、完膚なぎまでに論破されても、それに全く気がつかないんですよ。頭悪くて、都合悪いこと指摘されるとですね、フリーズしますけど、しばらくすると再起動して、また同じこと言い出すしね、壊れたレコード、かっこ死後のように繰り返しますしね、もう治療不可能なんで、そいつは無視して、そいつに分かってもらわなくてもいい。観客に分かってもらえればいい、と私は思っております。その他のニュース、自民党候補、社会問題となっているネットでの誹謗中傷がなくなるよう全力で取り組んでまいります。具体的にどうするかは書いてませんでした。正当な批判も封じるですね、言論弾圧強化する気かと話題になっておりました。だから河野太郎に私を訴えさせたんだな。そうなんでしょう、自民党さん。共産党田村智子委員長、党員半減の理由を科学的に解明とか言っちゃって、科学とか理論とか正論とか、あんたら一番嫌なもんじゃねえのかなって、理屈とか、あんたら一番嫌でしょ。なんとなく大声と感情で押し切るあんたらなんだがさ、党員半減の理由教えてやるよ。私がさ、気に入らない統治者を暴力を用いずに交換できる民主主義をですね、暴力革命で気に入らない統治者を交換する共産主義に退化させようとしてからでしょ。あんたら資本主義じゃなくて民主主義の進化したものが共産主義だとかほざいてっけど、退化だから、退化。暴力使わないと統治者取り替えられないっていう退化ですね。11章すべてが公費で赤旗を購読していたと発覚。年額が大きい順に、厚労省161万円、文科省81万円、防衛省32万円、経産省と環境省が約30万円など。防衛省は何だろうな。共産党を見張るために取ってんのかな。厚労省突出して多いですね。これこの順番に、まあ、防衛省を除いて、この順番に赤いってことなんですかね。厚労省赤い、文科省赤い。まあ、前川助兵衛なんていう貧困調査員がトップやってたとこですから、文科省。報告書いつまでも出さねえね、あいつ。貧困調査の報告書。役所なんだから、報告書出さなくちゃダメだろう、前川助兵衛。新聞赤旗は、新聞じゃなくて、機関紙なんですよ。新聞と認められていない、新聞協会にも入っていない機関紙である。まさしく共産党の洗脳の紙なんですね。公費で買う正当性がまるでないんですよ。だから、読みたかったら自腹で帰って、職員が。日経新聞社、日経産業新聞を休刊すると発表し、50年の歴史に幕。役所のロビーとかに置いてあってですね、各業界の新製品情報だの業界シェアなどが載ってた新聞らしいですね。紙の新聞環境破壊、今すぐ新聞やめましょう、子孫に緑を残しましょうと。次期日弁連会長にですね、淵上玲子弁護士が内定、初の女性会長になるみたいであります。公約はですね、同性婚かっこ戸籍乗っ取りと偽装婚が容易になる。介護のおじいちゃんダマグラがして、反抗さして、おじいちゃん
と結婚した夫婦にしてですね、財産を乗っ取ることが容易になる。と、夫婦別姓、親子別姓で子供がぐれて社会問題化、離婚が激増、だそうで。まあ、世の中が混乱した方が、弁護士はね、儲かりますからね。医者が病気が多いほど儲かるようにね。コロナでだいぶ儲かった医者いたんじゃねえのかな。田園調布に家が建つなんていうギャグ昔はありましたけれども、争いがない平和な世界では弁護士商売上がったりですもんね。軽装がない平和な世界は弁護士上がったりですもんね。だから夫婦別姓と同性婚で世の中混乱させたいんだろうな、次期日弁連会長はね。というわけで、メール党員になりまして、もらってですね、日本改革党をご支援ください。あと、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。